ね。はいはいはい。滑るってことですから、寒いってことは滑ったってことですから、うん、シュプールです。だから、シュプと。シュプってやるな。うん。ああ。普通に、女同士で、またこう、コンパとかで。はいはいはい。まあ、男があんま面白くない時に、うん、こう、言えるわけですよ。なんか男がボケた時に、うん、なんかシュプッ。シュプくない今日の男たち、シュプくないああ、気づかない、気づかない。シュプくないって言われて。で、それもちょっと言いづらい時に、笑顔で、うん、なんか言った時に、あ、シュプ、シュプって笑ってれば、あの、女たちは、女たちは、あの意味を知ってるから、女たちは盛り上がると。なるほどね。うん、面白いもんね、それね。自分たちだけ知っててさ。そうそうそう。でも男たちは受けてると思うから。うん。お互いにとっていいことだね、いいことなんですよ。うん、で、隠語ってのはいいことなんです。なるほど、なるほど。うん、まあ、あとそういう、うん、コンドームを、しないこと。うん、ああ、はい。うん。もう生なんてよく言いますよね。お前、普通生だよね、生とか、そこだったら。でも生でやったっていう、なんかこう、ちょっと嫌な言葉じゃん。なんか汚らしいっていうか、なんか、えげつない感じすんね。そうでしょ。うん、要は、うん、何かっていうと、コンドームするかしないかってことなんですよ。はい、そうですね。うん、だから、これ、コンドームをするってことは、かぶせるってことでしょ、うん、かぶるってことでしょ、うん、はい。ね。コンドームをかぶるってことだね。でしょ、うん、しないってことは何もかぶらないってことでしょ、うん、生ってことは。うん。ってことは、ノーヘルってことだね。なるほど。うん、どこで使うんですか、ああ、人、友達に言うの、そうそうそう。昨日やったの、昨日ノーヘルだったと。ノーヘルやっちゃったよと。え？確かにノーヘルだと危険だもんね、なんかね。そうでしょ？うん。ノーヘルって言うとなんか、本当に危ない感じがする。危ない感じするね。これはいろんな意味で、うん、社会に貢献できる言葉だよね。おー。うん。じゃあした時は何？何？フルフェイスでしょ。フルフェイス。安全な感じするわ。すごい安全だわ、フルフェイスは。フルフェイス。おー。うん。で、なんかこう、ちょっとこう、うん、なんだろうな。根元まで行かなかった時は半キャップみたいな。ああ。でかすぎて、ね。根元まで行かないやつね。行かない場合が。半キャップだったとか。半キャップだったとか。そこは別に知らせなくてもいいよね。半キャップぐらい。うん。そう。ああ、なんかいい、でもいいよね。ノーヘルってなんか怖くていいね。うん、そうでしょ。そんなやらしくなくて。うん。いい。だから逆に寒いの逆のシュプール。うん。寒いの逆は、今みんな若い女の子使ってるの何かって言ったら超ウケるとかなんですよ。ああ、はいはい。受ける。超受ける。超受ける。もうそれもそろそろ、ないでしょ。ないね。もうそろそろ終わってくるでしょ。うん、長くね、これ、超受けるの時代あったね。うん。うん、で、これも例えば、これ、受けるってことはどういうことかと、面白いから笑うってことでしょ。笑う。ね。うん、笑うってことは、どこが使うかって言ったら、うん、ものすごく腹筋を使うわけですよ。腹筋使うね。ね。うん。笑うってことは、腹筋がすごい使うってことは、腹筋が割れるんですよ。うん。で、割れるでいいと思うんですよ。超割れると。超割れる。超割れる。割れたーでもいいの。超割れたー。いいのいいの。いいの？今超割れてんですけど。ああ、なるほどね。うん。いいでしょ。いい。うん。うん、いいよ、それ。面と向かって言われるんでしょ。ちょっと待ってください。うん、おじさん超面白いんですけどとか言われるときあるじゃない、うん、何ちょっと嫌なやついるじゃん、女の子いるね、はい、何今のすげえ面白いんですけどとか、うん、超ウケるんですけどみたいな言い方で、うん、もう嫌だよな、言われるでしょ、うん、何今のおじさんの発言超割れるんですけど、ああ、いいねいいねいいね、いいでしょ、いい、うん、これ流行るから、はあ、確かにこっからなんか流行り言葉が出そうだね、それで、ね、そうなんです、でも隠語ですからあんまり流行るとそうだ、流行っちゃいけないんだ、そうだ、あんま流行っちゃいけないの、だから隠語はどんどん作っていきます、なるほど、ここだけでね、そうです、うん、で流行った時点でそれはもうやめます、うん。うん。それ流行った時点でそれは新しい言葉になるわけだから。そうです。ね。インボから始まって新しい言葉になるから。いいことなんだ。いいことだね。で、これどんどんこのラジオからですね。うん。発信していこうと思ってます。はいはいはい。これを。うん、だからこれをもうね、今の大体例題いろいろ言いましたから。はい。もうこんな言葉をどんどん募集していきましょうよ。はい。ね。なんか楽しみです。これなんかいいね。そうですね。面白そう。新語と、まあ、隠語。うん。これ隠語ですかね。まあ、隠語だ、ね。隠語とその使い方。うん、それを送ってください、はい、使い方もですよ、うん、アドレスはメガネアットマーク tbs.co.jp です、どんどん送ってください、おぎわ戦車でやってくるおぎわはぎのメガネビおぎやはぎのメガネビーキ、俺の口はビチョビチョだよ、結婚メールがやっぱどんどん来てますね、おおいいね、うん、来てますけどやっぱり、ね、はい、スルハスルナハ、うん、白ハスルナハっていう以外にもね、うん、
まあ、そもそも派ですかね。そもそも派。もう、うん。すごい出てきたね、すごい。いいですか、うん、うん。まずね、この人はね、ラジオネーム、握力ゼロさん。はい。そんなにブスブス言っちゃ、パグがあんまりです。パグつってんじゃないかと。ま、もっと柔らかい言葉で言ってあげてください。まずね、結婚するしないもん。はいはい。そもそもそんなのやばいと。うん。ブスつっちゃいけないってことだね。そうですよ。あとね、はい、この人も来てますね。うん、ねえ、倍33歳、肉の運転手さん。うん。中立。うん。だいたい彼女は結婚したがってんのと。うん。おぎの一人相撲だったりしないってことですね。勝手に決めてっけど、お前がするしない、勝手にお前の権限になってるけど。そうだね。彼女はどう考えてんだと。うん。うん、まあでも彼女ももう34でしょ、まあ。同じ年か。そう、同い年なのよ。うん、もう今誕生日が遅い、うん、12月だもんね。うん、予想では、うんうん。だから、まあ、でも、それで5年付き合ってて、うん、多分そんなのあれでしょう。考えてんじゃないの？わかんないけど。もうお前がするって言ったら知る、するのか。うん、そんなもんでしょう。うん、そんなもんでしょうって言ってるけど、うん、ラジオネーム桃色乳首さんは、うん、ね、うん、小木さん結構大胆な発言していますが、うん、森山一家がラジオの前で聞き立てていることを危惧してはいないのですか。あー、なるほど、うん、聞いてる可能性があると。いやだって下手すればこんだけスポーツ新聞で真相をね、うん、ラジオで発表ってことは、はいはいはい、普段聞かないかもしれないけど今日だけは聞く可能性あるよ。そうだね、うん、そっか、うん、大事な娘の彼氏がなんかラジオで言うとか言う、うん、なってるわけだ。そうだね、結婚って言ったらやっぱ、うん、付き合ってるのは本人同士かもしれないけど、結婚って言ったらやっぱり、うん、家族の話だからね。うん、だからそんなこと言ってっけど、うん、お前さっき浮気はするとか言ってるけど森山一家がラジオの前で聞いてんだよ。そっか、聞いてる可能性を考えないといけないんだよ。そこはでも浮気とか障害許してもらうしかないでしょ。そこ言っちゃったことはもうしょうがないでしょ。まあ、そこだから聞いてもいいでしょ。もう、そんな、なるほどね、分かってもらわないと俺っていう人間をさ。そうか、そこは。じゃあまあ一応これ中立な意見を読みました。はいね、うん、じゃあちょっとするな派、する派、白派、うん、白派ね、ちょっと読んでいきますか。うん、うん、白派。はい、ラジオネーム、バーバラの休日さん。はい、おぎやぎさん、うん、結婚おめでとうございます。おー。